さあ、入学で、ね、1位が今度気になりますね、そうなると、ね、果たして見どころあります、ね、さあ、ゆるキャラグランプリ2020 THE FINAL 栄えあるグランプリは、インターネット得票数277,176票、決選投票得票数2,841票、合計28,017票で岩手県陸前高田市の高田のゆめちゃん、やった、おめでとう。どうすごい、やったね。グランプリは高田のゆめちゃんです。それでは早速投票の投票をお願いいたします。グランプリ岩手県陸前高田市高田のゆめちゃん殿、あなたはゆるキャラグランプリ2020において当初の成績を収められましたので、ここに称します。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、サンドウィッチマンのお二人からゴールドメダルの贈呈でございます。ピカですね。ピカピカですよ。どこにしましょうかね、これね。名誉あるね、この第1位ですね。星かな。よかったね、泉佐野市で開催してなくて、本当に。ね。いけるかな。これ星に。ね。あ、いいんじゃない、ほら。うん、ちょうど止まんない。眉間。お、ほら、いい、ほら。眉間に来る感じ。すごい、やったね、おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、よかった、よく似合います。中間発表もずっと1位でね、はい、逃げ切りましたね。逃げ切ったね。それではグランプリの流行るコメントをお願いいたします。アテンドは飛ばし勝負です。皆さん本当にありがとうございました。心から感謝を申し上げたいと思います。高田のゆめちゃんです。ずっとみんなに応援していただいておりましたけれども、我々はあの東日本大震災で大きな被災をしました。その中で、皆さんに支えていただいて、今日があると思っています。ゆめちゃんが誕生した時、やっぱり地域からもいろんなことを言われました。まだそんな時代じゃないだろう、まだそんな時間じゃないだろうというお話もありましたけれども、でも子どもたちに笑顔ということで高田のゆめちゃんが誕生し、そして全国の皆さんにこれまでも支えていただきました。先ほど泉佐野の千代松市長もお話しされてましたけど、実は陸前高田市は千代松さんの地域からもですね、たくさん応援をいただいているわけでございます。で、人口が私たちのところ小さいので、ちょっと逆転されちゃうんじゃないかなと思いましたが、今日こうしてグランプリいただきました。本当にありがとうございます。おめでとうございます。東日本大震災の発生から10年を迎えるこのタイミングでの栄えあるグランプリ、思いもひとしおのことと思います。誠におめでとうございます。おめでとうございます。というわけで、高田のゆめちゃんがグランプリということになりました。サンドウィッチマンのお二人、